おはようございます、鹿の間です。本日は休日のモーニングルーティンをやっていこうと思います。モーニングルーティンやってくださいってリクエストめちゃくちゃ来てたんで、私調べたんですよ。で、前日にモーニングルーティンについてたくさん勉強したのにもかかわらず、私はね、休日にアラームをつけないので起きたの11時なんですよね。ほぼモーニングじゃないっていう。とりあえず休みの日も仕事の日も起きてすることは YouTube のコメントを返すこと。最近ね、返せてないこともあるんですけど、本当に感謝を伝えるにはこれ、あ、やばい、ドラクエしてる。さっきちゃんと返したんでね、とりあえずコメント返し終わったらドラクエをログインします。そしてどんなコンディションの日でも体を伸ばします。今日は気合が入らないなって日は全力でラジオ体操してます。今日はしてないけどね。そして私のお気に入りの寝巻き、フロリダのスーパーで購入した900円ぐらいのレインボーパジャマ。なんか可愛いパジャマ買ったりするんですけどね、結局こういうスウェットに戻ります。最近心がけてることは、起きたらすぐ顔を洗う。なんかね、潔癖症とかじゃないんですけど、起きたらね、なんか顔が汚れてる感じがしてすぐ洗っちゃうんですよね。そして私の今最大の悩みが頬のニキビ跡。ここめちゃくちゃ目立つんですよね。もうね、蝶がつくほどめんどくさがり屋なので、朝は基本水で顔洗います。調子いい時は洗顔使うけど。でね、朝のスキンケアめんどくせえなーっていう全国の女子におすすめしたいのがこちら、プラスエアイズの炭酸オールインワン美容液です。知ってますか？これムースタイプの美容液でして、オールインワンなので時短にもなるし、お肌の負担になる摩擦を軽減できるので、敏感肌でも使いやすいと思います。使い方は、気になる箇所に置いて1分間放置します。そしてなじませていきます。でも私は欲張りなので贅沢使いでたくさん使っていきます。まあ乾燥肌なので保湿もしたいっていうのもあるんですけど、もう適当ですね。こんな感じでいろんなところにたくさん置いていきます。1分間放置している間に歯磨きを終わらせます。これ最近お母さんも一緒に使ってるんですけど、お母さんもものすごくいいって言ってました。これ朝も使ってるんですけど、夜も美容液として使ってます。ねえ、バリボサボサやん。で、伸びがいいのでマッサージにも最適です。マッサージ効果でね、顔がシュッとしますよ。そう、そしてちょうどこの動画撮ってていい時に郵便が届くっていうね、ダッシュで伸ばしてるんですけど、間に合うのでしょうか。しっかり間に合いませんでした。肌が潤うことで透明感も出るので、プルプルのお肌に仕上がります。うわ、頬の産毛が。脱毛行かなきゃ。そしてとても嬉しいお得な情報もあるので、よかったら概要欄の URL をチェックしてみてください。今日は都会にお出かけする予定がないので、一日中すっぴんで過ごします。そしてお昼ご飯の買い出しに行く前に洗濯をします。さっき着てたパジャマね、これも洗います。私実家暮らしなんですけど、休みの日は結構家事をすることが多いですね。言うて洗濯とか皿洗いとか、まあ料理はできないんですけど、嫁にいかがでしょうか。そして今日だけ特別に我が家のプリンスのきなこくんを紹介します。どうです、イケメンでしょう。もうかっこよすぎてね、 YouTube に出したくなかったんですけど、今日だけは特別です。じゃじゃん。で、そうめん食べたいんですけど、ネギないんで買ってきます。あ、買ってきたよ。動画の切り替えが早すぎて、でネギ買いに行ったのになぜかキムチ買っちゃったっていうね。これ美味しくない、ご飯が進むくん。あ、くんとかないか。でもやっぱね、なんか日本のキムチと韓国のキムチって違うよね。あとネギ。もうお昼ご飯なので、これはモーニングルーティンではなくなっちゃうんですけど、そうめん作ります。イボの糸と高千穂のカツオのつゆを取り寄せてます。つゆ大好きです。私、そうめんといえば夏ですよね。でも私はね、もう春夏秋冬、もう年中無休でそうめんを食べます。じゃじゃーん。しかもね、寒い冬でも私、キンキンに冷えた氷たくさん入ったそうめんが好きなんです。そしてこの高千穂のカツオのつゆがめちゃくちゃうまいんです。今回使ってるのがカツオなんですけど、椎茸のつゆもめちゃくちゃ美味しいです。これ Amazon で買えるので、ぜひ気になった方は見てみてください。あ、ちなみにそうめんは2話です。あの、体重60キロあった時は1日に5話とか食べてました。でも頑張って頑張って我慢して2話です。そしてあの、なんだっけ、ご飯が進むくんね。今いろんなキムチがあるけど、最近はもうこのご飯が進むくんが好きですね。うわー、美味しそう。なんかね、いろいろそうめんってタッピングって何、トッピングする人多いと思うんですけど、私はもうネギだけが好きです。あとキムチ乗せたりで、ご飯食べ終わったらにゃんこたちと
戯れます。今回紹介するのはイケメンのきなこくんだけなんですけど、もう一匹めちゃくちゃ美少女のおはぎちゃんがおりますので、まあいつかね気が向いたら紹介させていただきたいと思います。気が向いたらというか、おはぎちゃんに聞いて、まあ乗せてもいいかって聞いて、いいよって言われたら乗せるね。で、休日はもう一緒にゴロゴロしたり、もう最近ここのベッドお気に入りなんですよね。そして母からの指令で米を研ぎます。まあ米研ぐってかもうほぼ毎日やけどさ。そしてまたきなこです。もう最近ねベッドに来ないでずっとこの上で寝てはるんですよね。で、住んでる場所が田舎なので都会に行くまで結構時間がかかるんですよ。なので休日は家にいることが多いです。で、休日はねずっと寝てる気がします。まあ睡眠は取らないんですけど、こんな感じでベッドに寝転がって本読んだりアニメ見たり映画見たりしてますね。で、私外であんまり買い物しないんで通販でめちゃくちゃ買い物するんですよ。まあ2日に1回だったり1日に4個とか5個頼む時もあるんですね。で、全部休日に届くようにしてるんで、こういう休みの日はねずっと届くんですよね、物が。で、知ってる方多いと思うんですけど iPhone 編集なんで寝転がりながらいつもこうやって編集しております。で、この時編集してる動画は多分ねダイエットのカツ入れますって動画かな多分。で、いろいろねなんかすること多くなってきてパソコン買おうかなって思うんですけど、 Windows か MacBook にするかめちゃくちゃ悩むんですね。なんでなんかメリットとデメリットが知りたい。だからなんか詳しい人教えてください。はい、まあこんな感じで休日のゆるいモーニングルーティンやってきたんですけど、いかがでしたでしょうか。まあ今日はねこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。